あーはぁーやばい、これ肌重い、肌100肌重い、ソフィー肌重い入ってこれ。クリスマスは今年はやってこない、なぜなら共通テスト、なぜなら共通。クリスマスまでもうあと1時間。確かに今日の夜はサンタはもう来ないかもしれない。でも本当のサンタっていうのは、本当に強いサンタっていうのは自分自身にプレゼントを贈れるやつなんだよ。だからお前自身がサンタになって合格というプレゼントを自分自身に与える。だから勉強という名のプレゼントを自分に送ってけよ。君たちの受験、グリフィンドール。みんな知ってるかい、この子はね、最初この動画で高3の時勇気づけられた当の本人なんだ。今日は視聴者の方に視聴者の3年後に来てもらいました。あれから3年、なんと言い換えになってしまいましたね。感慨深い。受験生に向かって言いたいことあるだろう、ほら言えよ。ここは寒いので来ない方がいい。でも意外と慣れたぞ、この素足。寒すぎる。頑張らなくて受かったやつなんかクソだ、はっきり言って。4時20、頑張って落ちた方がいい。5時20、人生単位で見ると林修の言葉だ。今ここに見ている受験生全て、全員頑張ってるやつにだけ俺があげよう合格というプレゼント。下方定理の覚え方を教えてやろうと思う。さちか、小林、小林、さちか。コスモス、コスモス、咲かない、咲かない。俺はパンジーだ。今、鉛筆を書きながら勉強してるやつ、トイレしながら勉強してるやつ、いろいろいると思う。でも、こたつでのんきに何もせずに見てる奴がいるだろう。お前だよ小林。大筆は18になってから。おい、ラザール、お前科学42点だったらしいな。勉強しても結果出ないことがある。しかしラザールみたいに笑える人生を歩める。勉強して結果が出ないこともあるんだ。でもそんな時は笑え。2回試験あるんだ、国公立は。2回目にかけろ。まだ前へ行ってやれ。トイレ回ってくるのが早い。早い。受験当日コンタクトが片方外れて、英語と国語の時間ずっとこうやって受けてたんですけど。難儀な子って。でも諦めなかったので今ここにいます。それでよかったお前。じゃあもうよっぽど頭よかったんだお前。いや、初めから。毎年な、同じことばかり言って。そろそろ言いたいことが少なくなってきたと思う。目印入るやつ。正直これ過去動画つなげて、肩回ししたい。いやお前、肩回ししたいっていう気分に陥ってる。今のメッセージ伝えたらええねん、受験生に。となぁ、大学生になったらなぁ、意外となぁ、意味なかったわ。
どういうこと、どういうことですか。高校で習ったことね、まあ一部を除いてはまあほぼほぼ使わないことも多いかなっていう。でもそうじゃないんだよ、そうじゃないんだよ世の中は。違う違う違う、勉強は役立つためにあるんじゃない。もういいこと言ってる。違う違う違う、自分自身の満足、努力、社会においていまだに学歴というものは重宝されているだがしかし、それにとらわれすぎたものは良くない方向に落ちると思う。高田風味よつまり、喧嘩売ってる。米ばっか食ってても寿命が短くなってしまうだけなんだ。世の中は学歴、コンビ力、その2つ食べなさい俺は前者だけ取った。でも俺はカメラに向かって喋れるからいいんだよ、バーガーなんなん今のメッセージ、なんなん今のメッセージ。お前ら辛いのよく知ってるぞ俺は。でもお前らが辛いの分かってるから、これで言ってやろう俺は。それはいく言って。でもこのハートが尽きない限り俺は喋り続ける。これ一生じゃない。このハートが、これ一生このハートが尽きない限り俺は生きている。そう、辛い時こそペースを上げろ、辛い時こそ脱げ。あ、その顔半沢直樹に似てるその顔半沢直樹に似てる。そうだ、辛い時こそ全裸。全然着てるやんか。全裸だったとしても俺には見える、君たちの心のハートが。画面を通して、画面を通して今この瞬間手に取るように君たちの乳首が見えるそれでもいいんだ、俺に乱れたって君たちの偏差値が変わることはないそのまま勉強しろ君ら。こいつ詐欺塾講師なんですよ、こいつ。ダメダメ、よしよし。受験生、受験っていうのはそのね、自分のことだけ考え始めるとうまくいかない。例えば学校を休んでフードコートに行って勉強する、これは自己中のやつがよくやる手法なんだよね。これは過去に平沢っていうやつがA 判定取って、落ちたっていう受験生の一例なんだけどもまあね、その自分勝手にね、なんかこそこそね、やるのやめようよ。やるなら正々堂々、学校でなんかもう堂々と内職すればいいやん。いや、内職を本職にすればいいやんそしたら先生もあまりの堂々さに認めてくれると思う、お前の潔さを。だから正々堂々、真っ向勝負、これが受験だ。おじさん、昔ある女の子に告白したことがある。その2ヶ月前にも告白する機会があったのに、俺は2ヶ月告白の時期を遅らせてしまった。そのせいで2ヶ月前にいなかった彼氏がその子にはいた。何が言いたいかって、この問題がわからない。この問題がわからない。後回しにするんじゃなくて今解決しよう。俺だってあの時告白してれば、もしかしたら付き合えたかもしんない。受験生よ、今この問題がわからないならその場で解決しな。絶対後回しにすんなよ。後回しにしたらそいつ、この問題彼氏できてるかもしんないぞ。今日花伝の二人が
二人ともジョラピケの上着着て匂わせしてます。受験生のメッセージやろお前。ほんまに寒いな、何も出てこへん。ほんまに寒い。受験生の諸君、受験生向けに応援動画を出していると、大体一つは次は社会人を応援する動画撮ってくださいって言われます。あー確かに余ったれんじゃないよ。あのね、社会人っていうのは自分の力でなんとかなる、そういった強さを持ったやつが社会人って言うんだ。それができないやつは家内人だ。失礼します。こっちが中学校のテキスト、こっちが高校のテキスト。なんでこっちの方が中学のテキストに比べて高校のテキストが小さいか知ってるかお前ら。受験生、お前たちの視力を奪うためだ。お前たちの視力を奪うために教科書は小さくなっていく。今年の地理ではエスチュアリーが出るぞ。別に私立求めてないけど国立一本だと心細い。でも同志社受けると30万円奪われちゃうんだよ。同志社大学、あの時の30万大事に使えよ。これ大体の国立受験生が陥るやつね。地味にね、賭けに響くんだよ。俺なんて、あぶ、このほんと寒い。でも辛い先にゴールがある。辛くないところにゴールなんてできない。ゴールは絶対辛い先にあるんだ。何がやるんだ。おい、お前らイチャつくな。中井くんとトナカイ。中井くんトナカイ、中井くんトナカイと仲いい。あの、何伝えてんっていう現代部もしかしたら出るかもしれない。サーブ、サーブ、ちょっとマジで何も出てこん。中井くんトナカイと仲いい、ちょっとおもろいな。藤井聡太の動画見たかお前たち。試験前日は天丼だぞ。この前キムチ食って藤井聡太負けてたからな。辛いもの食ったら試験の結果を辛くなっちまう。どう食えお前ら。羽生さんはうどんをよく食ってた気がする。どんはどんでもうどんはオッケーだ。必ずお前ら食に気をつけろよ。今年は、今年はコロナでいろいろが大変すぎたんだ。でもそんなの関係ない、でもそんなの関係ない。みんな同じ条件で頑張ってる。だから相対的にはごめん、詰まるところ、みんな同じだよ。今年の数学の問題はが題材になる。受験生あるある、審判になってシャーペンいっぱい持ってくんだけど、大体足りるよね。あのその中に入ってるやつだけでね、大体足りる。大体意味ないからね。だから忘れても大丈夫。ちなみに1時間かき殴って消費されるシャーペンの芯の長さっていうのは大体1センチと言われている。めっちゃ昔の企画。トナカイ、はい、お前が一番受験に近かったんだろ。お前俺らはもうね、もう俺ら10年前なんだよ。7、8年前なんだよ俺たち。はい、お前もここに
10分滞在です。あ、私母から学業お守りをもらったんですけど、模試と試験本番の日の朝、お守りこうやって挟んで、こうやって。はぁ、何そのエピソード。人しかお前。いい点取れますように、いい点取れますようにって部屋でやってました。一番落ちそうなやつの。その結果、その結果今ここにいます。現役だよこいつ。しかも現役だ。点数言ってやれよ姉さん。センター英語200点でした。うわー、帰れ。なるほど、カクテル作んなお前。受験生、苦しくなったらやめちまいなよ。受験っていうのはな、所詮は大人たちが仕込んだ子供たちへのサスケなんだよ。サスケでもリタイアするやつもいる、受験に失敗するやつもいる、そもそも応募なんてしてないやつだっているんだ。でもそんなやつでも別に普通に生きてるし、受験ごときにさ、そんな鬱になるぐらいにならなくてもいいと思うんだよ。さすがに大人の作った楽園に惑わされるんじゃないよ。そんな時は約束のネバーランド読みなさい。脱出しなさい。ネバーエスケープ。約束のネバーランド。おい受験生、おい受験生、あー俺たちもどんどんおじさんになっていく。でも心はまだ君たちと一緒だ。だって兄弟模試受けてるもん。俺も兄弟模試受けてるもん。来年も再来年もその3、その来年も俺たちは半永久的に模試の呪縛から解き放たれない。いやいや。そんなの嫌だよ。俺たちはお前らとしか共有できないんだこの模試を。模試でしか繋がれないお前ら嫌だわ俺。模試でしか繋がれてない受験生嫌だわ。逆に言うと早く受験生が終わりたい。終わったら俺たちと共有できないぞ。もう一年やろうぜ。違ったかな。大学になっても一緒に模試受けような。模試受けような。俺の夢は模試の人数があの一大学につきあの5万人ぐらい。それでもうとんでもない倍率 AB とんでもないサミットになってる。俺と一緒に共通テストの数学の平均点上げるの回だ。マジで外役だ。50点が平均点のところを15点上げれれば俺らの勝ち、上げられなければお前の負け。そういうことだ。来年はこいつも受けさせるから、英語200の実力解くところあれ。これあれやっちゃった、やったよ。なんだこれ、センター試験過去問レビュー。こんなものはもう終わってんだよ。過去の時代にとらわれた哀れなおじさんたちの持ち物、それが生物センター。いやでもこれからね、共通教育テスト、右も左もわからない、そんな大人たちの新しい寺子屋でも惑わされるんじゃない。自分を信じることが一番の対策だと俺は思ってる。自分さえ信じていればどんな問題が来たってへっちゃらぽっぽいピー。わあわあ、やばい。数学大百科事典、この本は受験生が買う本じゃない。忘れてしまった中学高校数学の内容を効率的に学習できる大人が学び直すための本だ。大人になってから数学を忘れてしまった数学を勉強したいなんて何で思うか。あの時やっておけばよかった、そう思っちゃうからだろう。ただ大人になってからこんな本に頼らなくても、今全てを吸収し今やれる限りのことをやれよ。もう俺からは以上だ。あと30分。長い長い。受験生、俺たちは毎年数々の受験生を世に送り出している。めっちゃ語弊あること。世の中の
東大合格者、京大合格者のなんと 20% は花店チェンダルを見ているという誰調べという、そういう直感が、そういう直感があります。なのでこのチャンネルを見ている君たちはとっても可能性の塊なので、よかったなこのチャンネル見てて。俺らの時なかったもん、こんなチャンネルめっちゃシガシガ。俺らの時なかったもん。俺らの時は松岡修造さんしかいなかったから。いい時代だな、お前たち恵まれてるよ。当たり前じゃない、今普通に勉強できてること当たり前じゃないんだぞ、お前ら。そりゃそりゃ、鉛筆を持って物が描けることの喜びを感じろ。世の中一生勉強、お前が仮に大学受かって勉強から解き放たれようとしても意味ない。社会に入ったら社会研修、新人研修、いろいろある。バイトの面接、いろいろある。スタバのフラペチーノ、全部覚えないといけない。世の中結局勉強、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 全部勉強。あ、勉強、勉強、勉強。世の中っていうのは、どこまで行っても勉強。でもそれを、やらされるか、自分でやりたいと思えるか、その違いなんだ。恋人は自分で選べるように、勉強も自分で選んでいこうな。それが一番自分を成長できる糧になるからな。ターゲット、ターゲット。何だっけ？何だっけ？もう一回やって、もう一回やって。バリュー残せ、バリュー。ターゲット、ターゲット。単語迎えに行こう。君だけの単語帳、モレに見せてよ、作ってよ、全部記憶してよ、よ、ですよ。鉄鉄やぞ、鉄鉄やぞ、鉄鉄やぞ。メタ古いよ。これ鉄ロッカーの CM です。結構おもろかった花びらの予防に散りゆく中で夢見タイニー、タイニーはごく小さい。5万回聞いた、よし5万回聞いたやつだ。いやこれ実は初出しでた実は初出しじゃあ動画を見ているみんなが本気を出せるように、私も今から本気を出します。ふぅー見ててやる。だー、それ本気。お、いくよ、脱いじゃうよ姉さんが。だー、売れなくなった女優は全員脱ぎ始めるという売れなくなった女優が脱ぎ始める問題おおおい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 、おお、裸足だ。だー、あー、えあー、あー、あ、真冬のノエリン脱ぎ始めちゃうよ、やることなくなったら脱いじゃうよ、裸足寒すぎる。ようやった、ノエリンよかった。いやこれはもう受かるしかない、お前らノエリン今 A 判定やで、お前動画 A 判定、お前 A 判定出たよ今。ありがとうございます。やった後後悔するっていうやつね。やった後後悔するあるある出ちゃってます今。マジの過去一話もん今。じゃあ靴下を履くためにもう一回濡らされていけない。ジレンマに気づいた。受験生、受験が終わったら親孝行してあげろ。お母さんお父さんは食べ物を作ったり卵焼き作ったり醤油を垂らしたり割り箸を用意したり、うるせえ、教科書を買ったりスリッパを履いたり、全部親のおかげでしょ。なのにさ、ちょっとしたことで喧嘩しちゃったりとかして、なんかギクシャクしちゃったりとかして、本当の感謝の素直な思い
言えなくて、大学に入ったら家族なんてものは簡単にボラボラになってしまう。年に1回会えるか会えないか、そんな貴重な存在になってしまうんだ。だからもし受験が終わって春を迎えたその日には、親をね、近くのスーパーぐらいには一緒に行け。それで美味しいもんを買ってやるね。全国の連打ガンドターゲット10人ぐらい市場規模10人全国の連打ガンド、マジで10人ぐらい全国の連打ガンド、全国の連打ガンド、お前が争うのは受験生じゃない、この俺だろ、この俺だろ受験生。全国の連打ガンド、来年どの電打ガンドが一番賢いか、俺と争わないか。もしこれを見てる電打ガンドがいたら DM もしくはコメント欄で連絡をくれ。その戦いが受験生を励ますことになる。まだまだ俺は戦う、上を目指す。お前らも上目指すぜ。阪大冊子掲載の電打ガンドより。受験生、おい、最後の模試いい判定やったやつ、いいわ、いやまだいけるっしょ、このいい D はだー、まあいけるっしょの D、 C はかーいけるかーの C、 B は別にいけるっしょの B、 A は危ないの A。俺が A 判定。中間発表に何の意味があるんだ。俺たちもなんか何分やってんだか分かんないけど、本当に寒い。お見渡ってゆく、口を見渡りだ。ちなみに私事だけど、現時点でもう7キロやった。現時点でもう俺はダイエットを始めて1ヶ月、7キロ近く痩せたんだ。俺だってそれぐらい頑張ってる。俺で頑張れるんだったらお前らもっとできるだろうな。近いな。共通テストの国語の大問2の括弧に答えは3です。 3です。大問2っつった、大問2のカッコ2、覚えといてね。これ今年の構文ネトラレの話だ。いやでも作者の思考すごい。ネトラレの話だから男子諸君張り切って読め。確かにな、張り切って読めよ。たまにはそう、今年の公文はネトラレの話だ。ネトラレ見えていいかな。あと何分これ。あと15分。終わり見えへんと頑張れ。ごめん、終わり見えな、頑張られ。受験生、問題は最後まで読め、絶対に。和文英訳なのか自由英作なのか、それ一番大事やから。てか今年の共通テストよ、英語、答えを2つ選べって問題が結構あったな。この前解いたんだけど、以前までのセンター試験には多分そんなのはなかった気がする。あったっけ。なかったです。なかった気がする。2つ選べって書いてあったらちゃんと2つ選べよ。俺1つしか選ばなくて、この前メイドにぶん殴られたんだ。本当にまだ出てないかもしんないけど、俺メイドに殴られたんだ。殴られても殴られても開き直って、ちょっと立ち直ってここにいるんだよ。お前らももっと頑張れよ。そうだそうだ、もうすぐ嵐が活動休止するな。
嵐は最後の最後、12月31日最後の1分1秒まで頑張ってんだよ。受験生ももうあと2週間何やっても成績伸びないかじゃねえよ。最後の1分までやれよ。最後の1分までやらなかったから俺は原子物理でど忘れしてたんだ兄弟もし俺は忘れない原子物理をもう一度学び直す。その後悔絶対すんなよお前ら。そう、受験っていうのはあそこついてくるかっていうとこついてくる。うまい。うん、ここええかなって思ったとこが結構出てくる。最後までほんまに何が起こるか分からんスポーツ、それが受験。教科書は全部読んだ方がいいぞ。それだけです。全部読んだ方がいいぞ、それはそう。学校によっては最後まで履修範囲を教えてくれないところもある。あるぞ、あるある。だから人間っていうのは結局周りに人がいようと最後は孤独、自分の力で頑張る。他人に期待しない、自分に期待する。学校へは行かない、勉強はする。これがユタボン流受験勉強の仕方。花尾がゼゼ高校出身で、俺がどこ高校かなぜかここまで言ってこなかった。確かに、なぜかここまで言ってこなかった。なぜここで言おうと思う。ここで言う。ここで、ここで、まあ、近いからね、お前の、俺の地元やから、俺の地元ですからね。地元とか言ったらあれですけど俺の高校はさ、女子が制服にしか目がない県立芦屋高校だ。おお言ったー。万有引力までしか教えてくれない高校。そう、あの万有引力は教わってません。いや、教えてくれない。あれです、国公立受験者が320人中2、30人ぐらいしかいない学校だ。逆に、え、お前まだ受験やってんのみたいな顔されます。2月とかで受験してると逆に煽られる。逆に煽られます。辛いな。そういう、だからみんなもうね、1月とかで合格が決まっていく。そんな中でも俺はやりきった。えらい、やりきった。県立芦屋高校の、もしこれを見てる俺の後輩がいたらすぐ連絡してくれ。県芦まで遊びに行くぜ今度。行っちゃったね。行っちゃった。なぜかここで来たね。この動画の終盤ぐらいの10分前ぐらいに行ったもん。なんでこれでっていうところで言いたかった。ちなみに俺の出身校である滋賀県立ゼゼ高等学校、なんでこんなにこの高校が賢いかって言われると、浪人することが当たり前だからです。落ちるの前提、落ちるの前提なんだからです。だから、まあ、正直さ、勉強なんてもんは1年間プラスにやれば誰だってある程度のところに合格できる偏差値になるわけですよ。だから誰でもできますよこんなものは。ただやるかやらないか、それだけ。やらなくてもいい、でもやったお前はかっこいいよ。もっと寒くなりました。叫んでるね。ワカサギ釣りでもしてろ。寒い。マジで2020年一番寒いかも今。ちなみにさっきの俺の中のせいで、あの視聴維持率 5% 下がったの。おい、カムバック、受験生カムバック。でも昔まだ俺らが大学生だった頃、花尾にはガチファンがいた。そのガチファンは花尾に SD を送りつけ、その SD に自分の花尾への思いを動画で撮ったものを SD で送ってきたやつがいた。そうすごいよあれ、あの子。その子からしたら今の中はもう200万円ぐらいの価値があるんじゃないですか。そうですよね。あれ子にとっては一生もんだ。
さあ、果たしてあの子はまだ視聴者でいてくれているのか。いや、でもああいう子ほどね、あの熱しやすく冷めやすいっていうのは、そう、あるあるです。そう、あれだってもう実は4年ぐらい経ってますから。4年ぐらい、あの俺が視聴者さんが動画を見てるとこのを見てみたいって言ったんですよね。みんな本当に楽しんでくれてるのかどうかっていうのを知りたいから、みんなの見てるとこ見たいなって言ってたら、ほんまに俺の動画を見てクスクス笑ってるシーンを撮ってくれて、俺はねちょっと好きになりそうだったね。単純単純。あと10分でーす。5分長かったな。あと10分で。そうやって花尾には熱心になんかやってるかもしれないけど、なんで俺のファンはみんなジャムおじさんのぬいぐるみを見つけてくれるだけなんだ。俺は聞きたい。俺の家にはジャムおじさんのぬいぐるみが60匹以上いる。マジかよ。マジで。マジすごいな。あのみんな俺のすごいな、毎年誕生日に30匹ぐらい来るんです。やばいな。ジャムおじさんのぬいぐるみがマジでいっぱい来る。俺もその SD のやつちょっとすごいっすよ。それ本当にすごすぎますんで。受験生のメッセージじゃなくなった。いや、ほんまに。おい受験生、最後だぞ。俺らも最後だぞ。ラスト10分、ここからの10分やることで、この10分やったこと意外と出るから、入試に。あと滑り止めを舐めるんじゃないぞ。滑り止め舐めてかかっていって、俺はここぐらい受かるだろうって言って落ちていったやから無限に知ってる。そうだそうだ、滑り止めっつってね、お前滑り台の途中ぐらいのとこ受けてんじゃねえぞお前。滑り台があの平らになってるところ受けろよ。ちゃんとそこ受けないとダメだぞ。だからそこをちゃんと受けないと本当に偉いことになる。かつて瀬瀬高校に行っていた真子という男がいて、そいつは大阪大学に落ちて地元の大学に行って、まあ仕事について全然違う方向に行って、でもそういう人生もあるから面白いね人生。じゃあ1月、はい、あの受験生の時の元日あたりどう過ごしてましたか。センター試験まで残り2週間、あなたはどう過ごしてたんですか。私は受験生なのをいいことにちょっと外に出るのがめんどくさくて初詣に行きませんでした。おっとー。そういうこと。こいつ絵馬を書かずにノーノーと金をからから鳴らさずノーノーと、お前こたつでノーノーとしておったわけか。お前でもやっぱインフルとか怖かったんで。あ、まあまあそれもあるけどね。俺10日前にそれもあるけどね。俺センター2週間前インフルだったんで。っていうこともありますから、やっぱり家にいるのもまた大事。また大事。健康、体調、あ、手洗いうがい大事。間違いない。まあみんなきっとやってるけど、この時期の人たちはきっともうこの特に2020年みんなやってると思いますけど、もうこの時期に来たら学力が劇的に上がることはない。ただ戦略を立てることはできる。例えば国語問題4つあるだろう、うん、何分経ったら絶対次の問題に行くみたいなデッドラインを決めておかないと。そうそうそう、えげつないことになるぞ。そういうことだ。そういうの決めずになんとなくやるから、あれ漢文5分しかないみたいなことになってしまう。そう、本番を意識したトレーニングをいかに現役前に積んでおくか。あれ現役前じゃなくて試験前に積んでおくか。試験をうまく受けるということに目を向けてみよう。だから普段からあの時間を計って問題を解くなどする。本番をわきまえたトレーニングをしておくことが大事なのじゃ。そうだ。だから学力は上がらなくても点数はまだ上げれる。同じ学力でも最大限の点数を戦略で目指せ。でもな、大体うまくいかないっていうのもある。あるな。だからうまくいかないことも前提にそのマージンを取っておく。気持ちの余裕を。万が一時計を忘れた時の対処法を教えてやろう。俺は高校生だって工藤新一、幼なじみ同級生でモーリランと遊園地で遊びに行ってっていうのを言っていた時に、アガサ博士が出てきた時がちょうど1分だ。ちょうど1分。これを60回やれば
60分を簡易的に測ることができる。ただしその間思考を停止している万が一だぞ、万が一時計を忘れたら時計を取るか問題を取るか究極の二択で迷うんだな。そうだ。まああとね、まああとは残り15分ぐらいなんですけど、いやなんか伸びた伸びた伸びたやだー、もう伸びた伸びた。実用的なアドバイスをするの忘れていたいましたね。ちょっとあの感情に訴えかけるの重視すぎてというわけで、もう体も温まってきたことなんでね、真面目な話をするとですね、してなかったんか今真面目な話をすると、今からもう学歴なんていうのは関係ない今後は、自分に合った才能をどう生かしていくかということを、これをね考えていこう。私からは以上です。いやお前そのために15分取ったんやて俺が一つ兄弟模試を受けて思ったのは、意外と問題文の中に答えが書いてある。本当に問題文をよく読んだら、これ知識なくても分かるやつじゃんって。そうだ、諦めちゃダメだ。特に情報処理を問われる長い問題文の時は、必ずそこにどこか答えが書いてある、答えになるキーワードが隠されてる、それを素早く読み解いて解くゲームだ。そうだそうだ、だから国語って大事だな。国語って本当大事な科目だと思う。それぐらいだが国語も大事だから、二次試験兄弟頑張れよ。兄弟受ける人、あんな難しい試験。ちなみに俺レベルになってくるとお前たちがどういうスラッシュリーディングをしたかによって、どの場所にスラッシュを入れたかによって誰先生になったか分かる。結局ふざけとるやんけ結局ふざけとる結局ふざ実用的なアドバイスするの忘れとったっつって。安河内先生の教わったやつはスラッシュリーディングめっちゃ入れるからな。そうなんや。でも大体意味分からず入れてるからな、そういうやつは。スラッシュリーディング意味入れて入れてるやつあんまおらへんと思ってやるもそう思う。意味入れてちゃんと入れてるやつあんまおらへん説。スラッシュリーディングはもう安心感ある。安心感入れることによる。やったことないか分からんねんなあれやったこと。英語の解き方教えてやる。英語の読解法。英語の解き方は200取ったわけやから、問題文をよく読む普遍的なこと言うてんお前それ普遍的法則言うなお前そんなことはみんな分かってんねん。その当たり前のことが大事なんだ。それはそうじゃあ問題文でもな、あなたと僕では何か能力が違う。何それ。それは練習量の差だ。至極まっとう至極まってノイリーはこう見えて結構ガッツがある勉強してる。確か多分こう見えてあのね、こいつねあれなんですよね、あの無縁にあるある嫌いな教師がいると頑張れるっていう。それ言ったらちょっといやいや成人式とかでちょっと動画見てるよってめっちゃ言われたんですよ。いや嫌いだいやそれはあやばいだから感情に訴えかける先生がいると勉強頑張れるんだそうです。はい先生応援してます頑張ってね。サーベイ共通テストは長いぞ。完食できるおにぎりみたいなの持ってった方がいいぞ。受験はアスリートだ。本当にそう、体力が必要、体力、筋力、技術全部いる。そんなアスリートをやってるお前たちはほんまにかっこいいと思う。ああそういえばさ、忘れてた。そういえば社会人の皆様もかっこいい、かっこいいよいや、思いの全然なんか違うでも社会人もかっこいいよ。大学生は、大学生はねクソだね大学生はね、Zoom 授業で喜んどるからどこその誰や知らんけどただZoom 授業やと回答を他の生徒に聞けないから辛いんですっていうの誰かが言ってたな。誰かが今日言ってたな。新社会人、お前たちはこれから税金を払う側になるのか。よくやった、お前たちの価値が世の中に還元される。来年から頑張れよ俺の妹妹も俺の妹来年就職です。早いね俺の妹来年就職。俺たちは
いつまで経ってもこの地に留まり続けて、みんなを応援します。応援します。応援します。いい感じのコメント出たので今日は帰ります。帰ります。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあねー。頑張ってねー先生。新社会人みんな頑張れ。絶対負けるな。応援するぞ。諦めるな。コロナにも負けるな。受験生しか勝たん。大学生は負けん。大学生は負けん。大学生ちょっと消極的。